ピラス。キリがないな。もうやればやるほどやるところが出てくるんで。見てる？うん。BOB243 してないっていうか、この間俺もびっくりしたんだけど、陸運局などがもう全部閉まってていけないんですよ。なんで以前この車用のほら白いカリフォルニア、今どきすぎ好きじゃない。やっぱり昔の60年代の黒黄色ナンバーが俺のラプターにもある、フェラーリにもある、やっぱり Z にも必要だよね。ナンバー届きましたよ、届けてもらいましたね。いいっすか、見せましょうか。シャー POV240Z だよね。 POV240Z っていうナンバーになっています。これからこっちのほら今のとこっちの全然かっこいいんじゃない、全然いいよね。あーちゃんサムズアップでしょう。これはね、今次にやろうかなって考えてるのはこのこれね、英語だった、この上にあるやつですね、この曲がってるやつ、ヒゲのような形しているのはマスタッシュバーっていう、日本語でもそういう言い方してるんですかね。これをきれいにしたらどうかなと。あとこれこの部分も取り下ろしたら、下ろしてこれもペンキすればいいんじゃないかと。先にこれですね、せっかくだからきれいにしたいんだよな。なね、ちょっと時間もあるしな、暇です。50年分の泥が出てきてる、出てきてる、見てここひどい、すごいよ。やればやるほど出てくるんで、やっぱりちょっときれいにしたいんで、完璧じゃなくてもいいんだけど、泥を取りたいよな。これほら、うん、ほらまだまだ入ってるぜ、見て。お、この石はいつから入ってたんだろう。ここすごいよね、取れるかな、ドライバーかなんかじゃないとピッと押さないとね、出てこないんだよね。すごい、ボイノスディアス。やっぱりヒゲに見えるのがね、マスタッシュバーだよね。 こんな感じやっちゃう。どう、パパのヒゲがかっこいい。汚いんだよね、ちょっと洗ってこないと、真っ黒にしたいんだよね。そしてデッフの方もきれいにしたいですよね。ワイヤーブラシかなんかを使ってあの汚れを落としたいんだな。ひょっとしたらちょっと黒も塗ってみたいんだよね。ここまで来たんだからやっぱりね、まだ先まで行きたいんだよな。この辺ちょっと綺麗にしたいです。ずいぶん先より綺麗になりましたね。さあちゃん、うん、そのヒゲのっぽいやつやってくれた？うん、どう、綺麗になった？なったと思うよ。どう、デップの方は今の？すごい綺麗、手作業の天気の仕方ですごい綺麗、完璧じゃないんだけど、まあでもさっきより全然いいでしょう。うん、そう、表はそのままそのアルミっぽい、なんか好きだね俺。完璧じゃないけど いいかな。いいと思う。ほら前のオーバースプレーもあってさ、これでちょっと隠すことはできるのかな。少しもう嫌なんだよね。うん、なかなかいい感じじゃない。うん、ね、黒いところは黒にしないと見た目的にはよろしくないよね。ワジ、ワジ、何それ、何それ、ワジウィヒー、楽しい DIY。 これね、ダイカスト、あ、キャストコートアルミ、アルミ、アルミナム、これにちょうどいいんじゃない、うん、表にはかなと思って、ちょっとこれどんな感じになるのかな。あ、やっぱり視点を変えるといろいろ見えてくるんだよね、ちゃんとやってないところが。どんな感じなんだろう。いい感じじゃない。あ、うん、いいじゃん、いいじゃん、それでいいじゃん。なかなかいいよね。ちょっともうちょっと聞けばオイルがまだ残ってたかもしれないけど、いい感じじゃない。うん、全然いい。どうせやるならもうパイプまで、錆びたパイプまでやりたいよな。キリがないな。もうやればやるほどやるところが出てくるんで。でもね、とりあえずデッフとマフラーとあとその周辺のコントローラームなどが綺麗だったらさっきより全然いいと思うんだよな。熱がないとこれ出せないでしょう。これね、燃やして出す人が、俺がね、あんま他の出し方がないので、とりあえず熱で
ゴムの方を燃やせば出てくるんだよね。タイヤ燃えてる匂いしてるんだよね、あーちゃんね、うん、どうなるんだろう、火がつくのかな。ついた。アレックスはせっかくペンキしたんだけど、ちょっとだけしないとピンが出てこないんじゃない。このブッシングコントローラームからこのエンドリンク、スウェイバーのブッシングなかなか出てこない。ボルトバールの下になかなか出てこないので、カッターで取り出すしかないです。あっちの方はやっと取れたんだけど、こっちやります。コントローラーもバラしました、完全に。こちらの横にあるこのブッシングも、これ古い方ですね。で、新しいブッシングキットに、これダットさんガレージさんから送っていただいたキットに、こういう風になりますね。で、こうと、押して、こうすると、まあ、こういう風になります。グリースを今から、塗って、このグリースがついてくるんで、よくグリース、グリースの匂い。これよくつけて、ここも、ペンキを、落としました。あった。で、これにグリースをこういうふうにかけるんで、よくグリースをやっぱりしないと音が後でね、してくることもあるし、うるさいプッシングはね、特に新しいもの、このこういうゴムというか、なんていうのかな、ポリなんとかっていうね、ブッシングなんで、きれい、本当にグリースをよく塗っておかないと、音をするということなんですよね。初めてやってるから、読んだことしか言ってないんだけど、でも、おそらく、合ってると思います。いやー、ジャーマン音のジノさん、そして、友達のティオ、彼はね、すごくいい人なんで、彼のおかげでこの溶接もパッパッパッとこうもうできてやってもらえて嬉しいですね。もうできてます。これからちょっときれいにこの汚れとかを落として、ワイヤーフィールで落としてペンキしようかなと。そして新しいこちらのブレーキラインですね。まあサビが落とすためのスプレーをかけたんで、もう取れるといいですね。これも持って帰ってきたんで、こういう感じです。とりあえず綺麗にしましょう。まああまり高い道具がないんだけど、このワイヤーオイルを見やすいものでもう終わりですね。これ寿命オーバーですね。なんだけど雷がなんか雷が人に落ちてなんかその髪の跡、この今ね床屋に行けないこの髪の毛みたいな感じじゃない。似てる。おう、もう一回帽子かぶって嫌だ。綺麗になったでしょ。ほら後ろのデフのこのねハンガーの部分とかこういうのはね綺麗になったし、このクランプのところとかブッシングが入るところとかブレーキのところとかはね、そしてこのところが今これからブッシングが入るところ今削ってグリースかけて入れるとすごい綺麗になるよね。スウェイバーもなかなかナイスじゃない、うん、そしてほら見てこんないい感じになりました。このラストオリアムのラストレフォーマーというのはすごい、なんていうの、塗装しやすくてね、塗りやすい、すぐ乾くし、もう綺麗になります。これもいい感じにできたんじゃない？これもね、すごくいいと思います。すごいかっこいいよね。かっこいい。いい感じに出来上がったよ。ね、見て、ほら、ほらほら。ナイスでしょ？うん。これから入れたいな、車に早く。ね。ね。このブレーキの配線も古いのは、意外と簡単に、あーちゃんと二人で、こっち側をレンチで、こう、あーちゃんに押さえてもらって、もらいながら、10ミリのフレアレンチで新しく買ってきた。もう、まあまあいいやつかな。それで、今、スチールウールで、これ磨いて綺麗な
感じになりました。ここも同じです。こういう風に、になりますね。ショックがこう、もともとこのトキコのショックですね、ここに入ってるのはトキコの、なんていうんですか、イルミなんとかだよな。フロント用のショックは後ろより、純正の後ろより短いので、最終的にほらここに入れて見て、ちょうどいいんじゃないですかね、ちょうど合うんですよ。だからこのぐらいは切り抜いた分、このあたりにで溶接して新しい土台になる、車高調用の土台になるところがここにあって、ショックが入って、ちょうど長さ的にほらちょうどいいんじゃないですか。で今度この大きなナットでこれを止めておくと、ちょうどいい感じにショックも中にもう動かないです。